こんにちは、頭アカデミーです。皆さん、秋です。秋といえば読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、いやいや、やはりここは芸術の秋でいきましょう。ということで今回は芸術の秋をテーマに、頭アカデミーのオリジナルキャラクターであるあーちゃんを描いていきます。ポーズやポーズの決め方、配色などについて解説を入れているので、イラストが出来上がる過程を楽しむだけでなく、イラストを描く時のコツを知ることができます。それではメイキングスタート。まずは当たりを取ります。当たりではキャラクターや物の配置、キャラクターのポーズなど、これから描きたいイラストをざっくりと描き起こします。ざっくりとです。いきなり細かく描き込んでしまうと、変更したい部分、修正したい部分が見えてきた時、描き直すのが面倒くさいとなる可能性大です。当たりは描きたいイラストを大まかに決めるものと捉えましょう。さて、今回は当たりを描く前に、芸術といえば絵画、絵画といえばデッサン、デッサンといえば鉛筆と連想してみました。そこで鉛筆を前に突き出したポーズが頭に浮かんだので、まずは鉛筆を持っている手を描きました。そこから腕や胴体、頭を描き足し、芸術の秋らしく大きなキャンバスを配置しました。当たりを小さく描いているのは全体のバランスを確認するためです。引きで見ることで、キャンバスのどこにキャラクターや物を配置しているのか、キャラクターはどんなポージングになっているのか、今の構図で不自然さや違和感はないか、簡単に確認することができます。次に下絵を描きます。下絵は具体的に何を描くかを決める工程です。例えば、服はフリルがたくさんついたワンピースにする、髪はショートカットにする、小物はテディベアにするなどなど、線画、ペン入れでは、あとは下絵をきれいになぞるだけと言えるくらい万全に準備します。ただし、まだ下絵の段階なので、線が重なったり多少ごちゃごちゃしていても気にしません。何を描くか、どこに線を引くか、これらが分かれば OK です。下絵が終われば、いよいよ線画です。先ほど描いた下絵に沿って線画を描いていきます。手と鉛筆は資料が必要だと思ったので、手は自分の手を、鉛筆はデッサンで使われる鉛筆の画像をよーく見ながら描きました。イラストを描く上で資料を見るのは大切なことです。想像だけで描くとリアリティが欠けてしまい、結果として下手に見えることがあります。見ないと描けないものは資料を見て、イラストのクオリティを高めていきましょう。ここでキャラクターの配置を調整しました。下絵まではキャンバスを描くつもりでしたが、紅葉の要素を入れたくなったので、ひらひらと落ちていく葉っぱを描くことにしました。遠近感を出すため、手前の葉っぱは大きく、奥の葉っぱは小さく描いています。さらに美術館に展示されているように見せるため、額縁を描き加え、芸術やアートを強調しました。時々引きで見ながら加筆修正を繰り返し、線画は終了です。着色では秋の色、オータムカラーを使います。今回はあらかじめカラーパレットを作っておきました。秋の色やオータムカラー、秋カラーパレットと検索すると、秋をイメージしたカラーパレットがたくさんヒットします。秋のカラーパレットは赤、黄色、オレンジ、紫などが含まれることが多く、紅葉や秋の空、秋の味覚を連想させます。もし秋を感じられるようなイラストを描きたいときは、ぜひ秋のカラーパレットを参考にしながら着色してみてください。着色ではまず線画の色を変えます。黒のままでも違和感はありませんが、秋らしさが感じられるよう、線画をカラーパレットにある暗い茶色にしました。線画の色変更が終わったら、キャラクターから着色します。こちらのあーちゃんの資料を参考に、秋のカラーパレットから色を選びます。もしカラーパレットの色が合わないと思った時は、秋のイメージカラーから外れないよう気をつけながら自分で色を探します。葉っぱは落ち葉の写真を見ながら着色しました。単色ではなく、黄色や黄緑、オレンジを入れることで落ち葉や紅葉の色合いを表現しています。ここで紙の飾りを一部描き忘れていることに気づきました。描き直す時に描き終わった線画まで消してしまわないよう、新しく追加したレイヤーに描いていきます。別のレイヤーに描いておくと、配置や大きさの微調節をするのも簡単です。描き加えたパーツの色ももちろんオータムカラーで着色します。最後に塗り足しや加工など仕上げをしたら完成です。ここまでのご視聴ありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。頭アカデミーでした。